国公立大学にも出願したいけど、教科数が多いしな、手間がかかりそうだしやめとくか。実は、3科目で受けられる国公立があるんだよ。その声は霊夢か。そうだよ。なあ、今3科目で受けられる国公立があるって、言ってたけど、本当なのか？国公立って、国、数、英、理、社。すべてをやんなきゃいけないイメージがあるぞ。本当にあるんだよ。ってことで今回は、3科目で受けられる国公立について、解説していくよ。まずはじめに、3科目で受けられる国公立一覧を紹介。それでも、多すぎて全部を紹介するわけには、いかないから、抜粋した大学を紹介するね。次に、その大学の中から、いくつかピックアップして、教科や配点について解説していくよ。それじゃ、まずは一覧の紹介だね。ちょっと移動しようか。じゃん。いやー、こういうのやってみたかったんだよね。いいからいいから。さあ、こちらが、3科目で受けられる国公立大学です。首都大学東京も3科目でいいのか。そうだよ。まあでも、すべての学部で、3科目ってわけじゃないからね。これは、3科目で受けられる学部と形式を、まとめたものだよ。ああほんとだ、どの学部で3教科受験を実施しているか、しっかり調べておかないとね。そうだね。それじゃあ、次はこの中からいくつかの大学を、ピックアップして解説していくよ。今回解説するのは、国際教養大学、金沢大学、埼玉大学、首都大学東京、横浜市立大学。そして東京外国語大学だよ。主に文系を紹介していくね。それじゃあ移動しよう。じゃん。それじゃあ、まずは首都大学東京から行こう。センターと二次試験の比率はこちら。センターの比率が 60% か。旧帝大以外の国公立は、センターの比率が、多いことがほとんどだからね。センター試験は大切だよ。さらにセンターの得点率は 87% だからね。その得点率だと、マーチの併願に、ちょうどいいかもね。そうだね。そして、二次試験は国語と英語になっているよ。本当に三教科で受けられるな。だから言ったろ？それじゃあ、次は横浜市立大学だな。配点はこちらです。やはりセンターの比率が高いね。そうだね、こちらもセンター得点率が 87%。だから、マーチの併願にちょうどいいね。二次試験の科目は、英語と小論になっているよ。小論文があるのか、それは対策が必要だね。さあ次は、国際教養大学。国際教養大学って国公立なのか。そうだよ、実は、秋田県にある公立大学なんだ。そして、配点はこちら。上の方が B 日程、下の方が C 日程になっているよ。なんと C 日程では、センターは外国語のみ、で受けられるんだ。それはすごいな。ただ、センターの得点率が 98% だからね。え、98だと。B 日程の得点率は 85% だよ。二次試験はこんな感じ。英語小論文があるのか、C 日程はかなりの英語力が必要だね。そうだね。さあ、次は東京外国語大学。配点はこちら。東京外大に関しては、センターの比率が、ほぼ 70% になっているよ。ほとんどセンターで決まっちゃうね。さらに、センター得点率が 89% から 94% と、かなり高いよ。センターでは大こけできないな。二次試験はこんな感じ。外国語だけなのか。と入っても、東京外大の英語は、かなり難しいからね。かなりの実力が必要だよ。次は埼玉大学。配点はこちら。それから、センターの得点率は、86% だよ。マーチの併願にいいかもね。それからなんと、二次試験は、小論文のみになっているよ。あと、英検などを持っていると換算対象になるからね、使うといいかも。お次は、金沢大学。配点はこちら。五分五分になってるな。それから、センター得点率が86だね。二次試験は小論のみだから、小論が 50% ってなると、手厚い対策が必要だね。以上になります。今回紹介しきれなかった大学については、一覧が載っている URL を概要欄に貼っておきます。マリサ、意外と3科目で受けられる、国公立大学があったろ。そうだね、出願してみようかな。科目数が多すぎて無理。と、思っている人も、この動画を参考に、各自で調べてみよう。それじゃ、ありがとうございました。現在までに大学受験チャンネルで配信を予定している動画は次のようになっています。
介した動画以外にも、様々な動画を配信する予定です。また、リクエストがあれば、その動画も作ります。YouTube のコメント欄や、公式 Twitter までご気軽にどうぞ。いかがでしたでしょうか？この動画が、皆さんの助けになれば、とても、とても嬉しいです。大学受験チャンネルでは、受験に挑戦するすべての人を、全力で応援しています。このチャンネルでは、現役の予備校講師監修のもと、過去問の解説や、傾向と対策、受験期の過ごし方も解説しています。よろしければ、ぜひ、チャンネル登録をお願い申し上げます。それではご視聴、ありがとうございました。